では早速聞いていきましょう。日産チックスはつい最近日本でも発売された、もともと海外で発売された車となっておりますね。はい、どうも皆さんこんにちは。ゆうちゃか TV のゆうちゃかです。今回は今月発売のこちらのトミカを買ってきたので紹介していきたいと思います。こちらのトミカはトミカナンバー6番の日産キックスとなっておりますね。では早速聞いていきましょう。日産チックスはつい最近日本でも発売された、もともと海外で発売された車となっておりますね。で、袋の方から出して、では早速周りの方から見ていきましょう。周りの方を見ていくとこんな感じとなっていて、ボディカラーの方がメタリックのダイヤっぽい色と黒のツートンカラーとなっておりますね。では早速フロントの方から見ていきましょう。フロントの方はこんな感じとなっていて、こちらのグリルの方が日産らしいデザインとなっております。で、こちらには日産のエンベレムが貼られております。で、ライトの方のレンズの方はクリアパーツとなっておりますね。では次は横の方を見ていきましょう。横の方はこんな感じとなっていて、凹凸部分まで細かく再現されていて、すごくリアリティが高いですね。で、ここのフンダの方とこちらの方は樹脂パーツとなっておりますね。それでは次は後ろの方を見ていきましょう。後ろの方を見ていくとこんな感じとなっていて、こちらの方にプリントされている日産のマークの方は新しい方となっていますね。多分前の方にプリントされているのも新しい方だと思います。その他にもキックスとかイーバードはちゃんとプリントされておりますね。そしてこちらの黒い線も再現されておりますね。それでは次はギミックの方を見ていきましょう。ギミックの方はサスペンションのみとなっております。それでは今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひぜひお待ちしております。 Twitter、Instagram の方のフォローも概要欄からお待ちしております。それではまた次の時間に会いましょう。